皆さんこんにちは非常識な教室集客コンサルタント高橋子です本日のテーマは「文化の時代を生き抜く教室授業の方向性を読み解く」というお話をしたいと思います、えー、文化っていうのがですね、えー、VUCA っていうあの4文字の,あの言葉でですね、えー、VUCA 文化 っていう言葉なんですけれどもあのこちらの方がですね4文字の単語を、えー、頭文字を取って作った言葉なんですけれども、えー、V がですね Volternity、えー、変動性ですね、えー、そして U が Uncertainty、えー、不確実性 Uncertainty ですねで3つ目が C です Complexity、えー、複雑性 で4つ目が、えー、アンビギュイティアンビギュイティ曖昧性。 っていうことで、あんまり発音上手くないんだけど、まああの、そんな4つのあの単語を部下っていうふうにあの言うっていうことなんですね。これ今唐突にあの言ってるっていうことではなくですね、あの昨今の社会情勢がその言葉に特に表されるような言葉になりつつあるので、最近よく注目されて言われている言葉だったりするんですね。あの。 部下というこ,のこの言葉自体はもともとアメリカの陸軍士官学校とかで導入された言葉だったりするんですけど軍事用語なんです、もともとが。 で要は変動性不確実性、えー、複雑性曖昧性っていうまあそれを言い表すのに分かりやすい言葉だったということでまあ他の分野でも使われるようになって社会経済環境とかまあそんなものを表す言葉として使われ始めてるっていうのがまあ背景ですで特にですねあのー、ブッカーが紹介されたのが世界経済フォーラムっていうダボス会議っていうところがあるんですけど1971年の時ですねまあここで そのあてですねあの昨今の事情と時代の背景があってより、えー、その状況に近い要は現在がそういったこう混沌とした時代になりつつあるのでそれ2016年あたりからですねまたその言葉が注目されるようになって今に至るっていう、まあ、そういう言葉なんですね。 それで、えーとまあ、なぜこの話を、まあ、今回、えー、持ち出そうかと思ったかっていうと、あのー、教室授業とか、まあ、女性がやってる授業自宅教室開業とか、まあ、そのレベルっていやそんな社会情勢なんて関係ないとかっていう方もいらっしゃると思うんですがそんなこともなくてですね大概社会情勢の,、まあ、その波っていうかそ,そこも乗、えー、っかりつつ 事業を展開していくっていうのがやはりまあ先取り感がある事業運営になっていくのであの私は社会情勢とかも見ながらいろいろとそのこう事業とか構築していってるんですよね。っていうことはその波に乗ってない要は現状の世の中がそう動いているものに対して反発するようなないしは真逆になっているような動きをすれば当然事業はうまくいかないし。 えー、自分が取り残されてる状態であるっていうことをご自身も知らない状態でやってれば知らないうちに生徒さんいなくなってるし集客もできなくなってるっていうことが多かったりするんですね。ですから、あのーまあ、経済評論家でも何でもありませんがまたまたまちょっとこの言葉が最近目につくなっていうふうに思い始めたので、えー、それを教室授業ないしは女性の女性の えー、自宅開業系のものの事業をですねこういったものに対しても応用できる考え方があるのでそれを今日は紙み砕いて読み砕いて、まあ、お伝えしようかなというふうに思っているので本日のテーマは、えー「文化の時代を生き抜く教室事業の方向性」っていうことについてちょっと語ってみたいと思います。 まずですねこの四文字熟語をですねあのそれぞれの意味先ほどねお伝えしましたけどポルタンティが変動性ですよねアンサーティンティーが不確実性コンプレクシティが複雑性アンビギュイティが曖昧性っていうどれもこれもなんか複雑だし変動していて曖昧でっていうこうなんかもやっとする言葉が並んでますよねなのでその時代っていう ところを理解した状態でですね、まあ、自分がどういう立ち位置で授業展開をしていくのか、まあ、どういう立ち位置でレッスン作っていくのかとかですね、まあ、そういうものを考える指標にするといいかなというふうに思ったんですね。 例えばですね、あのまあ、変動性とかっていうことでいうと世の中の需要でいうと、えー、タクシーしか選択肢がなかったところにウーバーっていうものが出てきたりとかですねあーとホテルとか旅館に加えてエアービービー。B B 民泊が出てきてっていう。これも結局変動している世の中が変動している状態に変わりつつありますよね。あの1 0年以内にこう亡くなってしまう。職業をな,なんとかっていう。そのえ、文献案件が発表された時に50%ぐらいのね。職業が今あるものがなくなる。みたいな話とかも載ったことがありました。けれども、あの例えば。 えっと現状でいうと何か商品を作りたいとかって言ったらクラウドソーシングっていうあのクラウド 送信クラウドファンディングで資金集めが可能になったりとかあとは私も使ってますけどランサーズっていうものとかクラウドワークスっていうもので個人でも外注化ができるっていうことになるとあの会社を持たなくてもねあの会社っぽいような動きを作っていくことができるようになっているので今までの方法とか、まあ、ビジネスモデルではないものとかも普通に台頭してきているのでアイデア次第ではいろんなビジネスを組んでいくことができるようになった。 っていうまあ、そういう時代になりつつあるんですよね。 で不確実性っていうところで言うと、まあ、あの自然災害とかも全然読み切れないものが日本全国、世界でもあちこちで頻発してますよね。あとは、まあ、あの悲しい出来事ではありましたけどあのテロとかですねあのそういったものでこう事業内容ないしは、えー、いろんなものを転換せざるを得ないということも非常に多かったし、まあ、自然災害でいうとやはり。あのー 東北のですね大地震とかあの辺りとかが非常にこういろんなことを経済環境的にも考えなくてはいけないっていうそういうトラブルとかがあったりとかしてきていますよね。ですから計画を立てて遂行しようとしても思わぬものとかが降りかかってくるそれが自然災害とかで例えばあのうんそうだな台風が続いたことによって ね、キャンセルが多くなってっていうような授業をやっている場合にはそこも含んだ状態で対応していかなくてはいけないので計画をきっちり組みすぎるとその通りにいかないことに対するストレスとかが、えー、多くなってくるのでどちらかっていうと対応能力ですねこちらの方を持ってる方が生き残れるっていうことになるんですよね。で、えー、と複雑性、えー、とコンプレクシティー複雑性っていうことに、あのー、なるっていうことだとまあ 予想した商品がこうう出ていくだろうこれはまあ製造プロダクトの方の話とかだとこういう商品ならこう出ていくだろうってある程度予想して起こることが例えばゲーム業界でいうとまあ一つのゲームを作るのに 例えば10年かかっているとしますよねでその間にハード側のバージョンが上がっちゃうとまた作り直さなくちゃいけないとかこのアンバランスさが出てきたりとか技術革新の進み方が早いだけに作ったものがすぐダメになっていくみたいなそういうような状態になりますねあの女性がいるような教室授業ではそのハードの方に寄ったような事業展開はしていないのでそのあたりは 多分問題はないんでしょうけれども例えばインターネットビジネスっていう部分で考えた場合とか、えー、SNS の発信とか一つにとってもですねあのどん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 こう ソフトアアププリケーーショョンンとかかもバージョンアップしていいくじゃないですか先日で言うと LINE アットが LINE、えー、公式アカウントっていう形に変わったりとかするとまたアプリケーションが変わったりとかですねそういうものもあのどんどん技術革新が進んでいくのでものとかに限らずサービスとか仕組みとかそういう方法も何かが変わるたびに複雑化していくっていうこともあるのが現代の世の中になりますね。 ととアンビギュイティとかですね新しいことがあるとそれに対する決まり事とかも生まれるんですけどそれがこう過渡期とかだとルールルルーーがでなくななくってしままううよよう話とかもありますよね例えば税率が変わるっていう時に軽減税率とかっていうものとかもあるとこれは大丈夫だけどこれはっていうそのやっぱり混乱とかも起こる予測がしているので。 非常にこう曖昧でしかも複雑でっていうのが、まあ、現状の世の中なんですよねそうすると、まあ、そういう時代でじゃあ実際にビジネスをやっていって長く続けていくためにはどうするのかっていう話なんですけれどもあのまずですねあのその従来型のものに対して固執しすぎると。 うまくいいかない例えば、えー、10年前とか5年前だったら、まあ、これもよく聞く話なんですけれども、えー、紹介で普通に人来てましたっていうねだから集客したことありませんっていう10年くらいの先生とかが非常に多いんですけれどもそその時代はそうだったよねでも今そうじゃないんだったらそうではないことのために自分が今何をするべきかっていうのを知った方がいいですよね。 あの紹介だけで教室が成り立つ人もまだいらっしゃるのかもしれないですけれども教室の数が増えすぎたし消費者は誰かの紹介っていうのはなくても自分で教室を選び探すことができる世の中になったのでそれを目に留まるような状態をこちら側が用意しておかないと結果として選ばれないことになってしまいますよね。だから、あのー 状況が変化していたらやはり変化を受け入れるっていうことをしなくてはいけないっていう。その 時代にやっぱり合わせていいいかなくてはいけなくけ前はこうだったっていう話はもう通用しないんですよね。それはそれその時代はあなたは確かに楽だったかもしれない。でも今は違うんだから今の体制で頑張らなくてはいけないっていう、まあ、それを理解できるかどうかっていうことが一つポイントになってくるんですね。ですから予測不可能なんですよまず世の中が。ということはえー、っと。 ご自身が予測をそもそもされてない方とかもいらっしゃるんですけれども、えー、まずですねあの未来っていうのがまず1つ目ですね予測ができないものとして受け入れるっていうことですあのやりたいっていうことと目標を持つのは構わないんだけれどもそれに沿わなかった時にストレスを感じてはいけないっていうことですね 適ししていいくしかないんですよだからあの基本的にうまくいく人って例えば自分がこう思ってたうまくいかなかったじゃあこっちいくかっていうこの切り替えの速さと適応能力がある人の方が仕事はうまくいきますねそれは教室授業であってもですあるこう自分がこんなに一生懸命頑張ったんだからっていうその自分の中での頑張りに固執をしすぎると次に進めないんですよねショックが大きいから。 でももうそもそも予測ができないもんだっていうふうふに割り切った場合にはですね全然、あのー、そこははいだめでしたね次行きましょうということで、えー、進んでいくことができたりとかしますですので、あのー、まず自分が予測が確実性なものではなくやるように努力はするけれどもうまくいかなかったらまた適用して考えようということですね。 これがまず一つ目になります。あとですね、えっ、ー、と二つ目がですね、あのー、人ですね、あの人間関係ですね。このあたりがその機械ができることは結局機械が できてしまうので人間力っていうのがより重要視される世の中になっていくはずなんですよね人間力っていうのはどういうことかっていうと、まあ、コミュニケーション能力なんですけれども人の気持ちを思いやる思いんばかるっていうことと何を消費者が求めていてどんな商品を作ればいいのかっていうことをより強く深く考えなくてはいけない状態になっていくあと教室の先生は割と1人でやってる方とかが多いんですけれども。あの 情報ですねあの良質な情報を手に入れながら前に進んでいく共存共栄みたいなそういう考え方を持つ先生の方が多分うまくいきますね。あのそれを、えー、先生が1人で孤独っていうことは私は以前から知って、えー、私が教室の先生のところ回ってる10年、えー、っとぐらい前ですねにすでに知っていて。 1> 1人だ孤独だ,だから、相相談できる相手もいないなだからまあコンサルタントになろうと思ったんですが同時に、ですね横つながりを持ちにくいんですよ、個々でやってる教室の先生とかっていうのが個人だからなので、それをこう共存共栄っていう形でコミュニケーションを取りながらみんなで上がっていこうねっていう、そういう組織をもともと作りたかったんです、私が。だから私のコンサルタント コンサルを受けてくださっているクライアントさんの集団っていうのは横つながりで皆さんで情報を開示し合ってみんなで伸びていこうねっていう文化をもともと私が作っているので入ってくる方っていうのがそこに習った形でこう皆さんで共存共栄でみんなで上がっていきましょうっていうそういう文化ができてるそれを作りたかったんでその中においてやっぱコミュニケーション能力がない方っていうのは当然そこに適合していかないので。 えー、いいお話とかいい情報を手に入れることができないので損するケースが多いですよねですからこの複雑性のこの時代にはやはりコミュニケーション AI ではできない部分のコミュニケーション人間ならではのっていう能力がより重要視されるようになっていくっていうことですねでえー、っと3つ目ですね、えー、実行能力ですね あのー、この時代なんでやってみてどうかっていうのが後で分かる感じになるのでトライアンドエラーをどれだけスピードを持ってかつ柔軟な対応力を持って、えー、過去に固執をしない従来のやり方に固執をしないで前に進めるかっていうのが、えー、生き残っていくのに非常に大事な能力になってきますので、あのー、そのあたりがですね 必要かなというふうに思うんですねだから1、えー、つ目適応能力2つ目はコミュニケーション能力3つ目が実行力この辺りがですねできるといいなっていうふうに思っているんですね。ですからまあ、あのと、ー、言で言うとそのもの自体は避けられないし来ちゃうんですよ。でそれに対してどう スピーディーに対応して組み立てていくかっていうのが、できる人が、まあ、うまくいくかなっていうのを思ってましてですね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、私があの自分で別に自分を褒めるわけではないんですが、私自身が意識して動いているのが、たまたまあの文化の時代に合ってるよ、文化の時代に合ってるよねっていうイメージだったんで、共感して見ちゃったんですけどね。 基本的にはは目標は立てます立てるけれどもその通りにうまくいったらいっちゃったでラッキーだけどい、まあ、かないのが当然だと思っているのでだから別に落ち込むこともないんですよあの修正すればいいだけだって思っているので,で当然ですねそれをあの組み立てていく部分においては自分一人の力ではやりきれないものっていうのが出てくるのを知っているのでいかに横つながりの、えー、それをこう協力してできるパートナー を増やしていけるかパートナーシップをどれだけ増やせるかっていうのも私の一つの課題になっていてまあ、それ自身もま実際に増やしていってるんですけどね私のクライアントさんのための人脈も含めてですけれども作っていってるっていうことをやっているのでこれもまあやってるよね私とかもいながら見ててで3つ目実行力ですねあの従来型の考えに固執しないまあ、まさに非常識なっていうあのニュアンスになってくるんですけれどもあその考え方をもってして授業をやる だから今までにないものを作るっていうものとかはすごく大好きなことなんで今私にとってはこの時代っていうのは非常に生きやすい時代で逆に過去に固執する人従来のやり方に固執する人っていうあのものは逆に生きにくいし続きにくいし衰退していくっていうあのそういうようなイメージになってきてる時代なんですね。ですから 何て言うのかな、まあ、私は仕事が趣味であ仕事じゃないや趣味が仕事で <laughs>、えっと、遊びと仕事の境界線がない人なので、まあ、どういう状況でも楽しむっていうことをあのすると決めて動いているので仕事ですからね困難っぽいこともありますけれども困難を困難と感じると困難になってしまうので。 あの新しいこうそれこそ何でしょうドラクエとかでいうと何かねちょっと一個試練みたいなの来るじゃないですかその時にどの道具を手に入れてそれで立ち向かうかとかどの魔法を手に入れて敵を倒すかとか多分それに近い感覚であの過ごしているのでそんなにストレスとかは溜まっていかないんですけれどもね。あのー、早く 動いて早くそれをこう処理していくっていう能力が高くなっていくとその辺りですねあの変化対応能力がついてくると何が起きても動じないっていう自分を作ることもできるのでドンと構えるっていうことができるようになるのがこの不確実なあの文化の時代には求められる。 あの内容要は結論としてはですね。人間力がある方が多分この ai だから人間という vs な関係になるわけなんですけど、えー、なっていくのかなと思います。だから、教室授業においても、えー、今までやってないこと。従来型ではないえ、それはっていうことを。むしろ。 トライしていく方が世の中が受け入れられるっていうことなんじゃないかなっていうふうに思っていて今までがうまくいっていたからといって固執するとそこから衰退が始まる感覚が私の中で最近特に感じているんですいろんな方の打ち合わせを聞いていてあのこういうのどうっていう提案をした時にそれ面白いですねってトライする人の方が大概うまくいってますね。 あのいやでも今までがこうだったからっていう人は大概うまくいいかないですだからその時代を読む感っていうのは多分私にはあってあの当たりやすい、えー、ビジネスとかそれも、えー、見ていく当たる確率が高いタイプの人なんじゃないかなと思ってるのは、えー、起こりうる事象をですねあの変化として捉えて楽しむっていうか。 あのそういう心だから動じない心を持つようにしているからなんじゃないのかなっていうのをこの文化の、ね、お話を見て思ったところがありますで今日はちょっとあの難しめな話をしましたけれども教室授業とかにも非常に大事な考え方になるかなしかも最近よくこの言葉が出てきてるっていうことは世相も取り入れた状態で。 あのビジネスの構築っていうしていく方が無理なくスッと上に上がっていくないしは支持されるようなものを作っていくことができるので是非そんなことも考えていただければなっていうふうに思いまして今日はそんなテーマを話してみました。それでは